ネルソン・デイクス国立公園はニュージーランド南東北部にある国立公園であるサザン・アルプス山脈の最北端に位置する南東の北部に位置する1956年に開設された国立公園内には二つの大きな湖であるロトイチ湖とロトロア湖が広がる最寄りの町であるセント・アーナウドはロトイチ湖の北側に広がる町であるそれ以外にも コンスタンス湖、ブルー湖といった小さな湖が点在する。国立公園内にはトラバース川、サビーン川、デュルビル川といった渓谷を有している。トラバース川はロトイチ湖に、サビーン川とデュルビル川はロトロア湖に流入する。ロトイチ湖から流れ出すブラー川はロトロア湖から流れ出すゴーア安川と合流し、さらに国立公園内に源流を持つマタキタキ川と、 マーチソン近郊で合流する。ネルソンデエクス国立公園内の河川の多くは、ブラー川水系を形成する。ネルソンデエクス国立公園に源流を持つ、ブラー川水系が形成されたのは、最後の氷河期のことであると考えられている。タスマン地方の最高峰は、国立公園内にあり、フランクリン山で標高2340メートルである。 ネルソンデイクス国立公園の植生の中心はブナである。温暖な場所や低地では赤南極ブナや銀南極ブナ、標高が高いところでは山南極ブナが自生する。ネルソンデイクス国立公園では野鳥の楽園である。確認されているだけでもニュージーランドヒタキ、ニュージーランドロビン、緑岩サザイが生息している。またカカも生息する。トレッキングを ネルソンレイクス国立公園でも楽しむことができる。ニュージーランド国内に9カ所あるニュージーランドグレートウォークスはないものの、皇帝8 0トルのトラバースイコールサビーン、サーキットをはじめとし、ロトロア湖周辺のフラワーブラザーズウォークや、ロトロア湖周辺に様々な長さで設けられたトレッキングコース、ロト1湖周辺に設けられた複数のトレッキングコース、 高帝2 1 4トルのアンジェラスコへのトレッキングコースがある。それ以外のアクティビティは、登山、マウンテンバイク、ボー音、釣り、狩猟を楽しむことができる。ありがとうございます。